これアウトナンバーできますよ。そうですね、はい、1人少ない状況は横浜。最後ハイパープンボールブロックショットか、落ちてメイヨン、ブロックショットベクトン。陸原から森川でボールを回しながらベクトン、アキチェンバース自ら行った、フローターショット決まりました、うん、アキチェンバース、これで13得点。結構さあここで一旦出して、武田から森川のスリーポイントショット決まりました。これで一気に1点差、うん、横浜ポストアップベクトンにしますね。ここでダブルチームに行くかどうか、まだ行かない。あ、攻めないですね、はい、振ってアキチェンバース、ツーショットは決まりました。これで逆転横浜、ね、うん、チーム全員でその北海道が取りました。田島早い攻撃、田島から大きく外振ってカットしたのはアキチェンバース。さあここ決められるか、周りを見ながらレイアップシュート。パスが長いですね、はい、この時間のターンオーバーは本当に命取りになるんで。ベクトン押し込んでいく、キックアウト、ノーマークになった。イカラのスリーポイントショット、最後ベクトンが取って、ゴール下決めた。エンドワンです。今の見ましょう。いや、そうですね、ここのやはりオフェンスリバウンドですね、ここ飛び込んでこられてるんで、はい、やっぱりここを取られてしまうと北海道にとってはかなり厳しくなりますよね。なるほど、まあ、あのベクトン選手やはりここ来るか、陸原から振ってアキチェンバースのスリーポイントショット、うわ決まりました。ガッツポーズアキチェンバース、今日2本目のスリーポイント決まりました。ここで北海道がタイムアウト。いや、でも横浜アキチェンね、はい、アキチェンバス選手よく決めましたよね。そうでしたね、やっぱりベックもリバウンドをしっかり取るっていうことですね。なんとか出せたがカットした、森川自ら行った、森川決めました、まあ、ターンオーバーですね、一番やっちゃいけないパターンです。